橋は、1959年の西ドイツの戦争ドラマ、映画、ベルンハルトビッキ監督。ジャーナリストと著者名には、マンフレート・グレゴールという偽名を使用している作家の、グレゴール・ドルフ・マイスターによる1958年に出版された、自助伝大ダイ・ブルックが原作である。第二次世界大戦末期の空爆が続いていた、ドイツ。 ある村では徴兵されなかった人々が貧しいながらも日々の生活を送っていた。だが戦況が悪化していたナチスドイツは人員を確保するために今まで徴兵条件に入れていなかった子供も招集するようになっていた。学校に通うハンス、アルバート、バルター、ユルメン、カール、クラウス、次義の戦争の厳しさを知らない少年たちは兵士に 憧れを抱き徴兵されるのを心待ちにしつつ、いつも通理授業を受けていた。ハンスが英文の訳を音読している時に窓から校舎の外を見たバルターは、地区長の父親が自分に内緒で母親を疎開させようとするのを見つけ追いかけるが、間に合わずに列車は発車し、彼は別れの挨拶もできずに母親と離れ離れになる。 バルターは何も伝えなかった父親を問い詰めるが、口出しするなと突っぱねられる。昼食休みになり、生徒たちは学校から家に帰っていた。息子が徴兵されないか心配するジギの母親は、食料や物資節約のためにと彼を、おばのもとに預けようとするが、ジギはここに残りたいと言い、その代わりに飼っているうさぎを預ければいいと話す。父親が床屋を経営しているカールは、 従業員のバルバラに好意を持っていた。メーカーに生まれたユルゲンは、軍人の父を誇りに思い、いつか自分も父のようになりたいと考えていた。父親が戦場に行ったユンツと同居していたアルバートは、同じく戦場に無音心不通になった自分の父を心配する母に励ましの言葉をかける。カールと共に空爆された川を眺めていたフランツィスカとクラウスは、 カールが家に帰った後二人で散歩する。フランツィスカが好きなクラウスは時計を病気の母のために売ったという彼女に自分の時計を渡す。帰宅したカールは父とバルバラがイチャついているのを見てショックを受ける。ハンスとアルバートは待ち合わせ場所に向かい、バルターとジギに会う。そこでジギが川に沈められた酒を発見し、4人だけの秘密として土管に隠す。 昼休みが終わった学校では、女性不信になったカールがクラウスに対して、フランツィスカのことを抽象し、クラウスに殴られる。ボート作りの授業をしている時に、ユルゲンが遅れて到着し、招集令状が届いたと他の生徒に報告する。彼は、ハンスたちにも届いているはずだと言い、やっと戦場に行けると喜び合う。一方生徒たちが招集されたということに言葉を失った先生は、 授業を打ち切り彼らを家にキス。招集令状が届いたことに嘆き悲しむ、ジギの母は彼をかくまおうとするが、ジギは行く気満々だった。父とバルバラを憎んでいたカールは、二人をののしり急いで、荷造りして、家を出て、軍の施設に泊まる。招集前の最後の夕食を母ととっていたユルゲンは、母から、父の拳銃を送られる。アルバートと二人で荷造りをしていたハンスは、 アルバートの母に今までの礼をし、彼女からはアルバートのことを頼まれる。駅舎で付き添いのフランツィスカと一緒に空爆の影響で到着が大幅に遅れていた記者を待っていたクラウスは彼女に作戦で使うかもしれないため時計を返してもらうよう頼む。バルターは地区長という立場にもかかわらず逃げようとしている父を非難するが肉体関係を持っていたアンニが 父とも寝たことを知り愕然とする。翌日出頭した七人は早速訓練を受けていた。その頃生徒たちの身を案じた先生はタイを率いるフレリヒタイと交渉し、この戦争には先がないと話して彼らを後方に置くよう頼むがフレリヒタイから上の命令には逆らえないと返される。そして米軍の攻撃が激しさを増す中、緊急固集された兵士たちは、 中佐から戦場に行くことを命じられる。だが部下から戦力にならない新米のハンスたちがいることを知らされた中佐は、早朝に、もう使用価値がない破壊予定の橋があることを伝え、形式的に7人にはこの橋を守らせるよう命じる。日本語吹き替え、地上波放送版2008年9月29日に、本作のリメイク作、 1945戦場への、橋なちそぶ総戦線マイナスがテレビ映画として、プロ G 弁により制作、放映された。リメイク作は批評家からは不評で、オリジナル作品の強さには遠く及ばないと評された。ありがとうございます。